最後に一つだけ聞きたかことがあったとです。豊子さんはなしてその親父のものになったかとですか。申し訳ないと思ってます。親父が吸い取ったですか。もうここへは戻らないってどうして。豊子さん、この際親父も自分も含めてその親子どんぶりってのはどげんでしょうか。でもいつかは戦争は終わるわ。生きては帰れません。豊はお国に命ば捧げます。かーっ、おっ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 おーけーよし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 、次は舞ちゃんの雰囲気のアップからいくからね。アップアップしないようにガッよし本番、夜でもないのに本番はよし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 、行こう。スタントマンの準備もいいな、いいな、よーい、スタントマンはいいかな。よしよし、待ってください、よーい、スタート。おーおー、何なんですかそれ。おー、怪我ない、つまりオーケーじゃない。ガーガああ今度また2人でテレビのコマーシャルやろうね。考えときます。一つ目はしばらくの間ダジャレを言わないので戻ってください。いやー、ジョニー、ジョニー、君の芝居はいいね。そうですか。よし、このシーンで昼の芝居はお芝居。いやあま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 あ、まあ、よし、今夜は宴会だ。今夜ですか。うん、今夜は最高。よーい、スタート。監督疲れません、疲れませんか。この役ほんと疲れる俺。この番組は音と光の未来を開くパイオニアの提供でお送りします。